三陸遥か沖地震は、1994年12月28日21時19分に、日本の三陸沖で発生した MJ7.6 の日本海溝のプレート境界断層の活動による地震である。震号は、北緯40度25.8分統計143度44.7分、北緯40.4300度統計143.7450度、 40.43で例143.7450。最大震度は八戸市で観測された震度6。揺れによって八戸市を中心に死者3名、負傷者784人の人的被害、全壊72頭、半壊429棟などの物的被害を生じた。気象庁はこの地震を平成6年三陸遥沖地震と命名した。 震源となる海域では、日本列島が乗る北アメリカプレートに、太平洋プレートが、相対速度約9センチメートル、年の速度で沈み込んでおり、これらのプレートの境界で生まれる歪みが解消される、時に地震が発生する。この海域では固有地震以外にも10年程度の間隔で、プレート間地震が起こり、同様の傾向が、千島海溝周辺に見られる。 震源域やスペリティの位置関係から1968年、トカチオ沖地震で破壊されずに残った部分が今回の地震で破壊されたという説もあるが、文部科学省の地震調査研究推進本部は三陸沖北部地震には含まず、固有地震ではないとしている。この地震の最大の余震は、 本震から10日後の1995年1月7日7時37分37秒に岩手県沖で発生した MJ7.2 の地震だった。青森県八戸市、岩手県森岡市、葛巻町で最大震度5を観測し、津波注意報が発表されたが、津波は観測されなかった。本震の1ヶ月程度前から周辺の地震活動が低下していた。 地震の規模に比べ発生した津波の規模は小さかった。また、各地で観測された津波の第一波は押し波で、最大波は2から3時間後であった。ありがとうございます。